いろいろ急遽変更やったり雨が降ってたりやったのに、見に来てくださった方ありがとうございました。ありがとう、おはようございます。やばい、ほんまに。あ、ちょっと聞いてください。あのね、やっと、いや、今までまだおったんかいって思われるかもやけど、あの、やっとすいません、あ、やっとな、昨日からまた自分の部屋で寝始めました。やばくない？あの、なんかさ、そのずっとじゃないな、なんかいつからかな、1、2週間ぐらいずっとベッドルームに留まってたんですけど、とうとう自分の部屋で寝始めました。もうさすがに自分の部屋で寝てって言われちゃったんですよ、ママに。だから寝ました、ちゃんと寝れた。でも昨日は眠たかったから、なんか何も気にしずに寝たっていうか、ほんま、あのベッドに入ってガチめに2秒くらいで寝ました。なんかいろんなところで寝てたの昨日、だから起こされた。まずさ、リビングの床で寝てたんよ。そしたら、あのベッド行ってって言われて、そしたらさ、やっぱ近い方に行くやん。だからな、自分の部屋に行くよりも近いから、ちょっと歩いて、ほんでベッドルームで寝てたら、あの起こされて部屋で寝てって言われて、頑張って歩いたんですよ。眠たかったな。ほんま昨日の夜の会話ほとんど覚えてないもん、寝ながら喋ってたから。そう、キノコインティー、ありがとう、ありがとうございます。そうやね、だからショールームは春休み時間になったのか。あ、そうそうそう、あの今日の夕方にもう一回配信しようと思ってるので、はい、よろしくお願いします。その時間帯をまた後でちょっとどっかで乗っけれたらいいかなって。思ってるので、よろしくお願いします。そう、よろしくお願いします。おはようございます、おはよう。昨日昼公園入った友達がアミちゃんが可愛すぎて興奮してたって、あの言われたで、小じいさんの友達ですって。よしみの3秒回っているやん。え、ほんまに絶対、あのどこでもやし、3秒ぐらいあったらいけるから、これ対決した方がいいわ。え、だって多分今でも寝てって言われたら寝れる気がします。昨日ありがとうございましたな。ありがとう、びっくりしましたね。皆さんもお友達とかまた連れてきてくださいね。おはよう。寝ながら喋れるみたいな、すごい、え、やんな。だけどそのブログと、メール和目を書きながら寝てたんですよ。なんか寝ながら書いてたんです、こうやって。だから、あのもうなんちょっと変、ほんま変な文章書いてるかもしれんし、あとね、あの自分でこうやってなんていうん、こうやってやりながら、あの寝たらあかんよってやりながら書いてたけど、寝てたから分からへん、ちゃんと起きてたはなかったから、ちゃんと変な文章書いてないかはわからない。おはよう、おはよう。やば、眠たい。皆さんは今日からまたお仕事ですか？頑張ってくださいね。よしみ、あと3日ぐらいで配信365日らしいね。やば、すごいですね。はい、すごいですね。
方はもしかしたら飛行機の映画の時に見れるかもしれないので、できるだけ来ますね。あ、気をつけて行ってくださいね。気をつけてください。夕方からイベントみたいなのが始まるのかな。まあそうですね。昨日の MC で市販愛が爆発してたけど、2日前の N 公演で市販マミタンが欲しいって言ってたよって、え、あげますよって感じですよね。あげます。もう昨日の N 公演雰囲気が少し違うようだったけど、髪型とか変えたのかな。誰でも気のせい。あ、昨日昼も夜もなんかね、ハーフツインがちょっと変だったんですよ。なんかハーフツインをしたことがない、したことが1回とか2回しかないメイクさんにやってもらったんですね。だからハーフツインっていうのがなんかあんまりよく分かってなかったらしくて、ハーフツインってさ、あのさ、ここでくくるやん、こうやって。けどなんかね、この辺で一旦くくってから後ろにこうやってピンでやってたから、多分ちょっと雰囲気が違かったのかもしれないです。はい、そうなんです。だから多分雰囲気が全然昼も夜も違ってたんかもですね。ですね。今日はお休みなのでショップねみたいな瞬間に言われた。ありがとう、ありがとう。でもさ、でもさってまた話戻っちゃうんですけど、そのなちょっとした変化に気づくのってすごいですよね。だってさ、公演中ってさ暗かったりもするやん。すごっ、さすが。ありがとうございます。今日は移動日ですよって。そっか、気をつけてくださいね。着いたらまた教えてください。ゆうみ師匠、支度、何て読むんかこういうのって、師匠、師匠か。ゆうみ師匠 LINE どんな感じの返信のか気になった。え教えません。かわいい、優しいで、優しいで、めっちゃ流れ星でウィンクも決まっててめっちゃ可愛かったって。ありがとう。見ても毎日配信続いてるんじゃないって。そうけど、みはな、7月、8月、夏休み入った初めの日から、はい、やったっけ。でもなんか一回ね切れたんですよ。14日ぐらい続いてたのに1日14分しかやってない日があって切れちゃったんですよ、毎日配信が。だからね、あゆみちゃんと結構差があるんですよ。なんかね、あゆみちゃんの方が1週間ぐらい多いのは多いんですけど、けどなんかずっとやってたんですけど、なんでかな。だから切れたんよ1回。まあだから待っててください、皆さん。通りでいつもとちょっと違うなと思ってて、すごいな皆さん。昨日は初めてあみたんサイを振ったよって。ありがとう、ありがとうございます。こんにちはみたいにしか見てません一応だ。ありがとうございます。それはなんて言うんですかね、なんて言う、言葉が出てこないんですけど、ありがとう。さすがですね。それは持ってないってな、やんな、なんで終わったんやろと思う。でもさ、15って言ってたからやめたはずなんよ。そんななんかこの自分的に15になったからやめるとかじゃなくて。なのにやばい、ほんまに眠たい。コジーからの紹介でした、ありがとうございました。ありがとう皆さん、昨日たくさんありがとうございました。ありがとう。配信速度にする特殊カードってみんな持ってるん、え、なんかそれはまず配信を1ヶ月続けたら1枚もらえて、あ、じゃあ10日続けてまず1枚目もらって、ほんで1週間じゃないわ、1ヶ月したらもらっていく。
でもあれ 何ヶ月やったらもらえるかもよく分かってないんですよ。分からへんねん。だからな、なんかどうやってもらえるかが分からん。でも多分初めは10日やったらもらえてた気がする。そう、ちょっとまだ確認しとくわ。今も何枚持ってるか分からへんねん。多分でも今は3枚か4枚ぐらいじゃん。あのさ、お正月の時にな、結構使ったんですよ。けど戻ってきた。あれ、あの分はまだ配信チケット残ってるんで残ってます。もしもの時に使いたいから、なるべく使いたくないねんけど、はい、けどなんやかんや使ってるよね。やっぱあれ大事やで。春休みは何しますかって。とりあえず27日のビッツーさんまでは遊ばないです。もう明日か、え、明日？ちゃう、明後日か。あー焦ったわ。よかった、27日終わったら遊びますけど、27日まではちょっとダメだし、心配やから。だけど、まあ、ずっと練習するとかじゃなくて、あの宿題も結構多いから、春休みのくせに。なので春休みの宿題もちょっとやらなあかんな。ちょっとずつ進めないと、最終日にドドドドドーン、しんどいから。でもね、安心すんのがね、アミの友達もまだ一個も手つけてないっていうのを聞いて、まあならいけるかみたいな感じになってます。でもそういうので余裕を、あのね、余裕をなんていうの、ぶっこいたらダメなんですよ。だからちゃんとやらなきゃ。みたいな修学旅行とかあったら配信できないね。え、それな、ちょっと心配なんですよ。あるんですよね、中学2年生ってなんかね、そういうのがあるみたいなんですよ。修学旅行ではないと思うけど、だからそれまでちょっと使わんとくます。なゆみちゃんときつに言われて、行きたら行きたいですね。けどな、ほんまになかなか予定が合わないんですよ。なんか春休みやから意外にみんなと予定合うと思ってたけどさ、もうみんなも前々から作ってる予定があるからなかなか合わへんねん。こよたんとも遊びに行こうって言ってるけど、こよたんもこよたんで入れてたり、あゆみちゃんも入れてたり、サーニャも入れてたりで、なかなか予定が合わんのですよ。だからなんかダメなんです。あやみちゃん宿題ないって言ってたから学校にいるんで、いいな、宿題ないのめっちゃ楽やん。頑張ります。まあけど今やっとかないと、中学1年生で覚えたことをこの春休みに忘れて中2に入ってからが大変になると思うんで、ちゃんと思い出すという機会を与えてもらったということで頑張りましょう。西山ちゃんと花見行けたらいいねって、行けたらいい、ほんまにな、行けたらいいです。でも2人はないかな、多分あんまり、あんまりというか西山ちゃんと2人でね遊びに行くことがまずないから、多分そうなったらその中にさゆきちゃんとかは絶対入ってると思う。てんちゃんとか、こよりも大丈夫なんてな、どうなんやろ、あみ分からないんですよ。あのこよたん会ってなくって、あの体調不良になってから、こよたんがなんかね、あでも結構決まったのが遅かったらしくって、ギリギリまで多分悩んでたなと思います、こよたん。そうそう、大人になったら春休みないけど宿題もないよって、どっちがいいんやろうな。だってさ多いやん、結局さ学校行ってなくてもさ宿題にさ追われるか、追われるぐらいならとも、でもやっぱり宿題を早く終わらせれば遊びに行ける話やもんな。確かに確かに、カニー。春休みあった方がいいねって、まあ確かにやんな。昨日全国生、全国放送の高校
高校生クイズめっちゃメンバー映ってたんでな、ハミもいつかあんなに出れたらいいな。な、可愛かったねみんな。ハミもね一緒に答えててん、先生たちと。あのさ、このチェックをなんていう柄のチェックですかって言われたら、ギンガムチェックって一緒に言ってた。じゃあちょっとね、そろそろ終わろうかなと思います。あ、待って、ランディさんおりますか。ランディさん昨日の1位の方なんですけども、いたら書きたい。でも正解者って全然正解しひんけどな。だってさ、なんかさ、三権分立とはみたいなのあったやん。そんなんまだ知らんもん。やばい、アミの今頭の中で流れてんのがさ、あのウリンバンバンも実力を発揮してる前にのやつがさ、ずっと頭に流れてんねん。昨日から、昨日もさ、それ高校生クイズの問題出てきてたよな。あのブリンバンバン、何だっけ、あの曲名ブリンバンバン分からんけど、それのユニット名、作ったユニット名を答えなさいみたいな。うわ、ランディさんおる。待って、ランディさんよかったら何書けばいいかください。いやーみ、あれめっちゃ覚えるの難しかったよね。実力を発揮してる前に相手の方がバックルできるらしい。ブリンブリン、宝の花の木、なんだっけ、分からんけど忘れた。あの先生名前でなんすごかったな。アミも分からんかったもん。ハミも何やったっけってなったから、すごい。今日も1位やねんな。待って、ランディさんおらんかな、お仕事かもしれない。あ、先生みたいな。でも2個書きますよ、昨日の分と。だからどうぞどうぞ、2個どうぞ。あ、待って、先生アミタンってさ、アミのキャラクターの先生ってことか、アミが先生になった方がいいか、どっちですかね。あの、のみな2年生ぐらいからオリジナルキャラクターがおるんよ、パンダができる前から。そうなんです、おるねん。それ書くわ、じゃあ先生やから一応。別にな、猫の先生なんですけど、別にアミ猫好きじゃないんです。好きじゃないっていうか、好きやけど、あの犬派だったんですよ、どちらかというと。犬派やし、パンダやから、別に犬、まあ、猫も可愛いと思うけど、の例えば自分のキャラクターを作ろうって時にわざわざ猫描くほどじゃないのに、なんか猫の先生なんですよ。これです。できた、マジでびっくりしちゃう。ちゃちゃらん、こんな感じです。にゃん吉先生です。やばくない、あみこれな、うん、小2か1年生ぐらいの自主学習、自主学習のとってあるやんか、あれを見たら絶対これおるねん。これおんねん、やばない。にゃん吉先生ちゃんとネクタイまでつけちゃってね。こんな感じです。はいはい、チーズ。んんん、ありがとうありがとう。じゃあもう一個来てるかな、ランディさん、ランディさん。もう一個どうぞ。27日誕生日だから、アミタンが出る B2 公演入りたいやと。待ってるよ、それはぜひとも待っております。今のは緊張するから、皆さん見に来てほしいわ。うんうん、来てるかな、まだか、待ってますね。大丈夫、息を吸えば。
無理でした。そのネクタイ下っぽいやって、嘘、ベロに見える。はい、こんな感じです。お任せしますやって。じゃあどうしよう、何にしようかな、何やろう、あーどうしようかな。じゃあそうやな、ちょっとミスっちゃった、待って、あの書くもの決めたから。え、むずいなこれ、結構難しい。え、なんか下手くそすぎてやばいんやけど、ちょっとアミには難易度が高すぎたかな。ちょっと待ってくださいね皆さん。え、なんかさ、なんか普通にシュウマイみたいな感じになったけど、なんかキモいんやけど、やばくない？何これ、え、真面目に書いたのに、やば、え、何かわかる？これ、アミが書いたのは、今アミがそばにあったパンチ時計を書いたんですけど、え、なんか、え、目の位置が低すぎたんかな、全然ちゃうな。シューマイのウサギみたい、シューマイウサギやな。だらーん、できた。まあいっか、じゃあ一応並べとくわ、いきます。はい、チーズ、かしら、うん、ありがとう、うまい、かわいいやって、ほんまですか。じゃあ読みます。13位まぼさん、ありがとうございます。12位こじさん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。10位まさやかさん、ありがとうございます。9位かりんさん、ありがとうございます。8位てつめがねさん、ありがとうございます。7位おうみさん、ありがとうございます。6位し、あ、待って、変わった、え、分からへん、もう一回いくわ。13位まぼさん、ありがとうございます。12位コディさん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。10位まさやかさん、ありがとうございます。9位かにさん、ありがとうございます。8位でつめかねさん、ありがとうございます。7位おうみさん、ありがとうございます。6位しじまるさん、ありがとうございます。5位ちゃんしもさん、ありがとうございます。4位ひだかこうじさん、ありがとうございます。3位こすもライトさん、ありがとうございます。2位こにさん、ありがとうございます。そして1位はダラララダ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 ラン、ランディさんでした。ありがとうございました。皆さん今日も朝からありがとうございました。それではまた夕方に会おうかなと思います。夕方多分6時か6時半6時から6時半ぐらいに、まあ多分配信があると思うので、があったらその時間に見てください。じゃあ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。せーの、ランディさん、ありがとうございました。じゃあまたね、皆さん頑張ってください。お仕事とか学校はお休みかな、分からんけど、まあ部活とかあったら頑張ってください。頑張れ、またねー、またねー、バイバイ、ありがとう。なんかイベントが始まったらしくって、それでなんか30万ポイント達成したらギフト間違えた、アバターを作れるみたいなのがあって、それをちょっと春休みやし、せっかくだから頑張ろうと思ってて、なので皆さん一緒に頑張ってほしいです。
お願いします。はい、そうやねん。そうだから、皆さん一緒に頑張ろう。なので、いつもは朝しか配信をしてないんですけど、配信する回数が増えると思うんですよね。で、なんかあの桜のギフトだけが反映されるらしいので、桜のなんていうの、その春のギフトだけが反映されるらしくて、だから皆さんお願いします。頑張ろう、一緒にお願いします。ナミも頑張ります。そうなので、配信する回数が増えると思うので、よろしくお願いします。今日の17時から始まってました。やけどな、そうちょっと練習してて、今急いで帰ってきてので、すみません。はい、よろしくお願いします。ほんまに皆さんありがとうございます。桜いっぱいありがとう、頑張りましょう。そう、なんか桜餅でも大丈夫です。なんかその何、春限定のギフトだけが反映されるらしいので、はい、頑張ります。頑張ります。そう、練習お疲れ様、ありがとう。そう、27日にあのあやぴょんさんの生誕祭 B2 さんにアンダー出演させていただくので、それをやってました。こんばんは、皆さんこんばんは。だからちょっと待って、書きますね。ちょっと待って、だからちょっと待ってくださいね。あ、やばい、ちょっとだーん、桜にしときました。そう、だからよろしくお願いします。何今来てるとこで、30万ポイント達成したら自分のアバターを作れるらしくて、ちょっとせっかくの春休みなので、ちょっと頑張ろうと思います。なので皆さんよろしくお願いします。そう、あ、もう当落出てるんですか、お春公演。そうなんや、どうですか皆さん。27日当たってよかった、りなちゃんありがとう、久しぶり。ありがとうございます。こんばんは、皆さんこんばんはですよ。今日の夜ご飯を何食べるんですか、身は分かりません。あ、春くんやかんかったって、あらら。外れたので、来月、あ、外れたのでまだ来月ですって。27日がほんまに中学1年生最後の公演です。そう、31あ、見出ないんですよ、だから27が最後です。早かったな今年は。ね、早かったよほんまに。なんかさっきからさ、ずっとさ、なんかさ、なんていうん、お腹が鳴りそうでならへんみたいな間やって、やばかった。今日は中華丼やって、おー、いいですね。こんばんは、何かイベントなの。そうです、そう、なんかそう、ね、30万ポイント達成したら自分のギフト、間違えた、自分のアバターを作れるんですけど、そのギフトの反映が春の、ね、桜元気のやつだけなんですよ。で、いつも朝しか配信してないんですけど、夕方とかも配信するようになると思うので、よろしくお願いします。小学6年生って自己紹介するのラストとか言ってたのに早すぎるって、な、それな、
中学1年生っていうのも27日で終わりです。やば、やばくない？普通に早すぎ早すぎやんな。ちょっと待っててくださいね。ただいまですよ。ママがブドウを持ってきてくれましたよ。それだけかいって感じですけど、たらーん。むっちゃくちゃお腹が空いてて、やみな、今日今日のスケジュールを言うとな、あれなんですよ、ほんま10時半とか11時とかにお昼ご飯食べて、ほんで練習しに行ったんですよ。それでな、そこで何も食べてないんですよ、お菓子を。だからめっちゃお腹が空いてんです。さっきそこからねドリンクを飲んだんですけど、それからマジで何も食べてなかったんです。だからめっちゃお腹空いてるから食べたいと思います。これは皮ごと食べれます。皮ごと食べれるぶどうっていいですよね。うん、おいしいね。皆さんフルーツの中で何が好きですか？アミはいちご。前まではリンゴが一番やったけど、最近はいちごです。ちょっと見てください、これで反射しい品か心配なんですけども、ギフトのあれです、反映されるやつ、桜とクマとペンギンドナグマ、桜系だったらいけるみたいです。これですね、はいよろしくお願いします。頑張りましょうね、一緒にあーマンゴーいいですね。でも最近マンゴーの美味しさに気づいたんですよ。そう、最近気づきました。見えるやつ、よかったです、ありがとう。1位じゃなくても30万ポイントいけばアバター作れるのかな。そう、なんか1位の人はなんか新人の人の1位と2位と1位と2位1位と2位1位だけか分からんけど、まあそれと普通の人の1位と2位1位だけかも分かんないんですけど、まあその人たちはギフ、あ、間違えた、アバターを作るのとなんかいろいろもらえるらしいんですけど、アミはもうギフトを、ギフトじゃない、間違えた、アバターを作るのを頑張りたいのでよろしくお願いします。はい、なのでとりあえず30万ポイントをいけるように頑張ります。はい、そう、ドライマンゴー美味しいよって、なんかな、さゆきちゃんがな、ドライマンゴーをむっちゃ食べてて、食べたんですよ。そしたらむっちゃ美味しくて、アミも一時期むっちゃハマってました。キウキはね、お菓子交換大好きやから、だから何、こんなお菓子があるんやっていうのにたどり着けますそう、ツインテールかわいい、ありがとう。久しぶりやな、ツインテール。ツイン、何、朝の配信は基本おろしてやることが多いんですよ。だからねな、なだからいい感じ。こんばんは、こんばんは。そう、アミはねショールームを始めてから絵描くのがめっちゃ好きになったんですよ。ほんまに、大、ほんま言い方悪いですけど、大の苦手だったんですよ絵描くこと自体が。やけどな、ショールーム始めて皆さん
1位になった方のアバターを描くようになってめちゃくちゃ絵描くの好きになりました。はい、ナミちゃんのアバターできたら絶対つけるね。だってありがとう、頑張ります。だから一緒に皆さんとつけれるようにアバター頑張ります。よろしくお願いします。ヤッホー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 やってきてるわ。ヤッホー、こんばんは、こんばんは。今来たけど何のイベントやって、何のイベントなの、春のなんとかイベントって言ってたよな。春のショールームプレゼントキャンペーンってやつです。でなんか今日の17時から始まったんですけど、31日、今月の3月31の21時59分までやったかな、多分その時までに30万ポイントを達成すれば自分でアバターを作れるらしいので、それを頑張りたいと思います。でなんか対象ギフトがあるらしくて、それが桜のその春限定のギフトだけらしいので、皆さんよろしくお願いします。よろしくね毎日配信30分の15万ポイントで甘ギフもらえるのは別のギフトなのかな。どうなんやろ、わかんないですけど、どうなんやろ、わからへんな、どうですかねそうなんかな、多分。でもいや一緒ちゃう、一緒とかあるんかな、わからんけども、分からんけどもですけどもね、頑張ります、よろしくお願いします1週間頑張ろう、頑張ろう、みんな頑張ろう、一緒に頑張ろうね。あやみちゃんは甘ギフ狙いって言ってたけど、あ、そうなんや。あみはアバギフ狙いでいきます。アバターですよ、アバター、バギフでいきます。だからみんなよろしくね。そう、もうとにかくギフトじゃ舐めてた、アバターを作るために頑張りたいと思います。皆さん一緒につけようね、アバターもしできたら。こんばんはこんばんは。あのだからね、いろんなのしようと思います、このショールーム。せっかく春休みやし、まあこういう機会があるとやっぱりいろいろできるからいいですよね。そうなんです、オータムフェス出場権以来のイベントになるなあ、すごい、ほんまにあれからめっちゃ時間経ったですね、ほんますごかった。あみたいな、どんなアバター作るのかやって、でもさ、このさ、ハワーくんみたいなのもかわいいよな。あみはでも人かな、人かな、やっぱどうなんやろう、どんなん描けばいい。でもパンダも描きたいな、パンダか、それか人とパンダにするか悩みますね。でももしアバターが作れたら、あのアミのショールーム、このルームを何、アミの作ったアバターだらけにしたいはい、だから頑張りたいと思うので皆さんよろしくお願いします。ナミちゃんといえばパンダ、あー、ありがとう、もうそんなイメージがついたのが嬉しいですね。アミはな、今までな、アミといえばっていう動物があんまり言われたことがなかったんですよ、小学生の頃とか。けどももう中学校入ってからなんかね、仲いいアミ5人組、まあ今読んだんですけど、一人ちょっと部活が忙しすぎてね、読んだんですけど、4人はなんかイメージのキャラクターがいるんですけど、アミのイメージはもうパンダらしいです。みんな嬉しいな、学校でもパンダやからさ。んだからパパが帰ってきたって、ただいまってやってたまだ出るか分からへんけど、わしにとって初めて世代交代のチケットをゲットした場合やって、わー、すごい、
まだ来てね、皆さん遊びに来てね、世代交代前夜公演来てください。オリジナルアバター作れるって珍しいイベントだなんて。そうだからやっぱりね、頑張りたいのでよろしくお願いします。うわっルームス流れ星のイラストめっちゃ可愛くてアバターにしてほしいぐらいね。あれまた描くな絵なんかな。アミは次絵描くときはこれは誰でしょうみたいな絵をしたいので待っててくださいミニーマウスやと思った。あ、ネズミのイメージですか。4月は平日にあるといいなって。確かに。また来てください皆さん。48はあまり大使1年間しか作れなかったりするのにやってなけど作れるので頑張ります。よろしくお願いします。ちょ待って、へえ、あ、いけたです、いけた。なんかな、変やったん今。え、やっぱ変。あ、いけた。え、アミ指紋ないんかな。宮本版と宮本花、私たちがオリジナルアバターになれる日が来るの楽しみやって。いや、花ちゃんない気がする、申し訳ない。花ちゃんはないかな、アバターないかな。やば、半目止まってたな。ちょっと気にしないでアバターの名前何にするって、な、この木になんかハワー組みたいな感じで名前つけたいですよね。どうなんですか、どんな名前がいいんですかね。一般の配信の人は50万ポイントでアバター作れるイベントよくやってるんで。そうなんや、そうなんですよね。こんばんは、こんばんは、こんばんはこんばんはですね。ミュートやってんってやば。なんで？どこから、いつから、いつからたまになるよな、もう。いつからですか？いつからやろ？え？怖っ。まあいいや。え、いつから聞こえてなかった？どこで終わってたんやろ？口は動いてたって、だって自分は話してると思ってたもん。わっ！なんかペンギンが飛んできたで。ありがとう。ハッチさん、ハッチさん。ペンギンありがとう。ありがとうございます。ありがとう。皆さんたくさんありがとうございます。指紋の音、え？全然聞こえてなかったんや。全然気にしなかったわ。スマホ壊れたかと思ったって愛してください。壊れてないから。そう、ほんで、何だっけ、何だっけ、あ、そうや。で、あのね、お話し会と握手会に向けてどんどん服を考えてって途中なんですけど、今までの握手会とお話し会の中でどの服が一番良かったですか？なんか考えてて今むっちゃどんなんがいいかなと思って。だから皆さん皆さん的に前着た服の中ではどれが一番良かったですか？アミはな、ディズニーのやつをシリーズ化したいなとか思ってます、勝手に。うん、何やろうな、まあ思いつかん。でも着たい服はいっぱいあるんですよね。ありすぎて逆に絞り切られへんみたいな感じです今。だから何が良かったか教えて。サバゲーやない、確かにサバゲーね、いいですよね。サバゲー楽しかったもん、あれまだ着る機会があればいいんですけどね。アミちゃんと話せれば何でも服は、あ、
話せれば何でも服は OK やと。優しい。でも一個に絞ってって言われたら何が良かったですか。アミはでもな、全部いいよな、全部可愛いよな。服なんかね、全部着て楽しかった。あ、でもそうやな、パンダのやつとか初めての話し会の時に着たウサギのパジャマはあのね、今も着てるからなんていう思い出があります。オンラインやと後から写真見てこんな服や服装やったんやってなるね。え、確かにそれなりますよね。アミもなるもん。アミもなるで、いつも。だからそう、なりますよ。だから写りなんていうん、このさ、お話し会の時ってここだけまでしか写らんやん。だから雰囲気が変わるんですよ、靴とかスカートとかで。だからサバゲーも初めサバゲーと思わんかったやろ、多分話してる時。なんか普通にさ、なんていうん、ベストを着て銃を持って、何、ヘッドホンをつけてるだけのアミって思ってたやろ。アミも思ったもん、このこの画角の時に、え、これサバゲーに見えへんよなとか思ってた。こんばんは、こんばんは、こんばんは。全身やってな、変わりますよね。アミダウェルカムボードも書いてくれてたの嬉しかったってな、ありがとう皆さん。そう、またね、今回もなんかそういうのできたらいいなと思ってるので待ってください。サバゲの日は見たらびっくりびっくりしたわって、雰囲気ちゃうもんな全然。鍵穴レイボンやって、レイボン今日レイボンに会ったで、練習した時にレイボンもおった。こんばんは、イベント元気で頑張ってくださいねって、ありがとう、頑張ります。頑張りますね。こんばんは、皆さんこんばんは。え、待って待って、いた、ちょっと待って、なんかさ、え、待って待って待って、怖い、え、待って、なんかね、たまにな、変なんねん、なんで、なんでやろう、充電がないからかな、携帯の、なんでかな、なんか、なんか変なん、たまに。前は時間遅くて行きやすかったけど今回は早いのかなって、分からへんねん、分からんねんけど、まだ決まってないねん時間とかは、だから分からないです。百番さんと一緒にバンダイしてて、いいな、やりたいな、やりたいな。こんばんは、こんばんは。あのな、このショールーム期間中に何かちょっと作る配信をしたいですね。アミは何か作りたい。うんうん。あ、あとね、アミ、いや勝手な予想すぎるかもなんですけど、あの握手会あたりで10期生のお披露目あるんじゃないって思ってめっちゃびっくりしてます。びっくりっていうかドキ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 してます。ありそうじゃない、やったらどうしよう。怖いんやけど。あかんで、皆さん目移りはダメですよ。中学生やって、イエス、そうです、中学生で、中学1年生でもうすぐ中学2年生になります。よろしくお願いします。握手会友達連れていくかも、では、ありがとう、ありがとうございます。みんな誕生日ツイート来たって、そうそう、あれなんか朝に、朝からずっとね、あげる、あげる、あれあげるの待ってたんですけど上がらなかった。そうだから遅くなっちゃった、西山ちゃんのが。10期生が入るとしたら時期的に14周年ライブじゃねえって、そうかな、そんな遅いかな、遅いか、どうなんやろ。けどもうさ、もう締め切ってるやん、だって
あ、一応紹介しときます。アミは中学1年生13歳のアミダンこと宮本アミです。兵庫県出身です。よろしくお願いします。ペンライトカラーは濃いピンクと白色です。お願いします。よろしくお願いします。あのアミは9期の時は出して用紙紙第一次の紙を出して1ヶ月ぐらいしてから届きました。でも結構すぐに二次審査があった。だけどな、そうアミはバトンやってたからバトンと被っちゃったらやめとこうって言ってたんですよ。だけどね、奇跡的にその週にバトンがなかったっていうのと、土曜日やったから行きやすかったのよ。日曜日はもう絶対バトンあるって分かってたから。やばくない？もうその時点でうわってなって行って、で合格っていうのがまた1ヶ月後ぐらいに届いて、1ヶ月もしてなかったかな、分からんけど、まあ1ヶ月以内ぐらいに届いて、それで三次審査行く時ももうバトンかぶったらやめようなって言ってたのにまたかぶらなかったんですよ。ほんで行くやん。でまあアミ歌とかダンスとかに別に得意じゃなかったから、得意じゃないから、まあナンバーに来るのをもう最後かもしれんなってなって、まあいろいろ食べたりしてね帰ったんですよ。観光っていうか何、お散歩ブラブラして帰ったんですよ。そしたら合格が来てて、うわーってなって、で2週間その後始まるんですけど、その時にねバトンの全国大会ってかぶってたんよ。だからもうね大変やったんですけど、めっちゃ大変やったんですけど、なんか月曜日はこっちに行って、火曜日もこっちに行って、水曜日もこっちに行って、なんか行ける日はずっと行って、で日曜日とかは土曜日とかはバトンが夕方とかで、でこのレッスンが昼間とかにあったから、昼間に NMB のレッスンに行って夜にバトンに行ってたりしてましたね。はい、忙しかったな。ほんでな、そう幕張メッセで握手会したじゃないですか。その幕張メッセ握手会したところはアミたちがリハーサル終わった場所はやった場所だったのであれだったんですけど、もう一個のホールの方で本番をやって、その後にディズニーに行こうと思ってたんですよ。だけど夕方からレッスンやったから、ディズニーは半日ぐらいかな、10時11時ぐらいまでだけ行って、ですぐに新幹線とか何や飛行機とか乗って帰ってきたんです。ほんでそのままレッスン受けてた。すごいな、忙しいな、忙しい。ほんで終わって、それでで本番があってやって受かったんですよ。すごい、ほんまに楽しかったで。そう、運命やんな。だってまず始まった時点でバトンと被ってたらやめとこうと思ったのに、また無音やって、なんで怖いんやけど。どこから9期の話した時はあったよな、さすがにこんな
またもう怖いって。でもな、絶対闇の家にはおらんから安心して。なんやろこれ、多分ね、この辺しゃがったらなるんかな。見とこう、ずっと音声マーク、音声マーク見て、それでいつ罰になるんか見とくわ。え、ちゃうね、アミコメントをこうやってやってだけなんですよ。スクロールなのになる、やば、怖いって。どこからやろ、まあいいや。携帯調子悪いんかなって。え、それな、そんなに急にならんですよね。やっぱ調子悪いやん、絶対体調不良やん。携帯もまあそれは毎日使ってたら疲れるよな。毎日いろいろ検索させられてたら。レイポンセンターなんて。そうなん、すごおめでとう、さすがやな、レイポン頑張ってください。頑張って、頑張れレイポン。今日はヨシミも出てるやろ、 M、 あとホノピーも撫でてるなね、やんな。頑張って、みんな頑張ってください。何を検索してるんやって。え、何やろ、何やろな。あ、例えば可愛い髪型調べたり、髪型可愛い簡単調べたり、と何やろ、何調べてるんかな。あんまり調べ物しないです、アミはしないけど動画見たりしてるな。多分動画のせいかな、分からん。でも動画のせいってのもあるかな、かもしれないですね。こんばんは。いや、ネームも見てみたいだって。頑張ります。けどまずは27日に B2 さんに出るので、まあ、それを先に終わります。頑張りましょう。昨晩さん、こういう怖い系話好きだから今度してみてねって。いや、話してる方の網が怖くなるからちょっとそれはあかんな。話してる方が怖なって、途中で話終わっちゃうわ、そういうの。だからダメや。ニモダ見て調べてるって、調べへんな。でも友達が調べてるな、よくよく調べてる。なんかな、この前もそうやったんですけど、 TikTok 上げるやん、あみ。この前さ、ダンスのさ、あのオーマイガールのやつ上げてたやろ。なんやっけ、こうやってキュンとした大好きなやつあるやんか。あれを開けて、次の日友達と遊ぶ約束してたから遊んだんですよ。そしたらな、会った瞬間からな、その子 TikTok 見てたとか言って、あのそのキュンとした大好きをな歌い始めたんよ。やばない、ナミの絶対見てるやんと思って嬉しかったけど、ちょっと恥ずかしかったな。そんな感じ。皆さんは TikTok いいね押してくれてますか。よかったらお願いします。なんかたまにさ、思考停止するの分かりますか。なんかたまにさ、喋ってることを、何喋ってること、何喋ってるんか分からんくなるみたいな、やばいよな普通に。やばい、やばいと思う。宮本家お花見するんめっちゃしてたな。あのなんかね、めっちゃちっちゃい頃はめっちゃ行ってて、お花見だけどな、最近は行ってないな、コロナ始まってから行ってないわ。あ、ちょっと久しぶりに話をしたいと思います。今ちなみに何をしてるかっていうと、ショールームの春のショールームのね、春のショールームプレゼントキャンペーンっていうのに参加してて、それで30万ポイント達成することができたら自分のアバターを作ることができるみたいで、
その対象ギフトが桜春限定のギフトらしいので、皆さんよろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。でいつも雨は朝しか配信をしてないんですけど、ちょっとこれからはそうですね、ちょっと他の時間帯もやろうと思うのでよろしくお願いします。こんばんは、よろしくね。ショールームこっそり見てる友達もいるかもねって、おるやろ、おるやろ、おるやろとか言ってダメ、おる、おるやったらおるかもしれんなんで、なんてむずいな難しいわ。うわっ、びっくり。もう雨はでも慣れました。他のところが映すのはまだこれは大丈夫の方ですからやばいよな普通に。まず映ることがやばいのにさ、慣れたっていうのはやばいと思うから、ちょっと慣れないようにしますこんばんはそう、慣れたのはやばい。頑張りましょうね。あ、いいね押してるよって。 TikTok リングコピーもめっちゃ連打してるありがとう皆さん、ありがとうございます。松岡さくらさんと石田由美さんの本ね、みたいな出てくれへんやって。でもね練習してますけどな、なかなか出れないんですよ。そうだから頑張ります。もう早くアミは出ても大丈夫なんだぞっていうのを頑張ります。でもまだ練習して途中なので頑張ります。アミはジンクスがめっちゃ好きです。はい、あとニューシップが好きです。めっちゃいい歌ですよねあれ。なんかねほんまにめっちゃいい歌、いい歌なんですよ本当に。聴いてるとあーあーってなりますわかる？むずいな今日。無音といい誤爆が多いやつ、確かに怖いわ頑張ろう全然大丈夫。え、ちょ、この前なんかな、この前の24の日の劇場あったやろ、世代交代のあの時の休憩がさ、またさ怖い話をし始めんの見たとか、見ちゃったとか言って踊ってたらさ、前に音とか言うの怖いやろ。けどな、あやみちゃんがな助けてくれたんですよ。なんて言ってたと思う？え、なんかそんな強い言葉じゃないんですけど、なんかまあ確かにと思って、みんな全然怖く なくなったんですけど、なんか普通に怖いやんそういうのって。けどあのこんなんおらんからみたいな、きっぱり言ってくれたんですよ。やっぱきっぱり言われると安心するの分かります。だからそれで安心しましたそう、あとほのぴーにもめっちゃ励ましてもらった、大丈夫やでって。いやーもうそんなん言われたら怖くてさ、あの踊ってる場合じゃないって思っちゃいますよね、怖すぎて。うん、そうだからね怖い皆さんはさ座ってる時に見えたりしてひんのかな。それで見えてないなら気のせいやで、あれは。それはさすがに、うんうん。ストカメに絆創膏貼っとけばって、確かにほんまにそうですね。貼ろう、シール貼ろう。せっかく自分の部屋で寝られるようになったからね。そうやで、ほんまにな、やっと自分の部屋に戻ってくることができたから、今怖がってあかんねん。ダメダメ、そうやで、あかんで。だからこのルームはそういう系のネタ禁止なんですよ。あの言ってたら取り締まります、取り締まりますだからあかんですよこのイベントに参加してること、 TwitterX にも投稿しよう。まだショールーム見てる人しか分かってないから、うん、あげます、あげますけど、あみね自分でツイッター管理してないから上がるのがめっちゃ遅くて、
今日の朝に開けて欲しかったやつだったんですけど、夕方に開けてて、まあ、忙しいんでね仕方ないんですけど、だから皆さんよろしくお願いします。もう全部なんか任せきりでほんまに申し訳ないんですけど、あのねツイッターが自分で上げないのはマジで仕方ないから頑張れましょう。アミタン警察が出てきてしまう。そうだよ、アミタン警察出動パウパウやで、ほんまなっちゃうで。それにうちのおかんより怖い人はいないってでも確かにそういうの思ったら全く怖くないような、何もが与えてないからさ、やんな。だからもしもほんまに怖くなった時は、そんな雨に何も害出してないからまあ怖くないよねっていうのいうふうに思っときます。そしたらまあ大丈夫ちゃう、多分大丈夫な気してるからいけるいける。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんこんばんは。あのねこれ雨だけかもしれないんですけど、ちょっとあの言ってもいいですか言ってもいいですか、なんか実はのことなんですけども、聞いてほしいです、やばいから。雨ね、ちっちゃい頃土曜日のお昼、まあ土曜日か日曜日かどっちでもいいけどさ、平日は学校行ったり保育園行ったりしてたからあれなんですけど、土日の昼になったらいつも12時になったらご飯食べてるやん。大体ご飯中にとかご飯の前とかご飯の後ぐらいにいつも12時になったらお兄ちゃんと一緒に外に向かってね、称号って叫んでました。やばくない、普通にやばいやばい、普通にやばいけどいつも叫んでました。そうそうなんです。土曜日の昼といえば吉本新劇、え、いつも見てた。13時からやっけ、1時からやん。あ、いつもお昼ご飯の時間に見たいのに13時からってなるとちょっとな遅いんですよ。だからいつも12時半ぐらいにご飯食べ始めて、ご飯食べ終わる頃に始まっちゃうから、あーってなりながら見てました。リアタイやからいつもリアタイしてた。でリアタイプラス前予約やからちゃんと見てます。地方してたんやって。そうやで、毎日ちゃう、土日、毎週土日、日曜日は不定期、土曜日はまあほんぼ毎回称号って叫んでた。え、ほんまにすごいすごいぐらいの大声で夏場は特にね、だから冬は叫んでなかった気するけど、夏はもうほとんど毎日言ってました。毎日ちゃう、毎週、うん、推しの私から報告があります。発言が一番怖いって。確かに怖いな、怖い怖い近所で有名だったりしてて、え、恥ずかしいな両日は牛も新喜劇見てたやって。え、やっぱみんなも皆さんも見ますよね。雨も見てるもん、見てる見てる。近所に翔吾くんおったらびっくりするやろなって。確かにな、びくってなるような。しかもそれさ、一人で歩いてる時が一番びくっと するくない？え、何ってなるやんな。そうそう、そんな感じです。やばいなー。いつかね、吉本新喜劇劇場で見たいと思ってるんですよ。ただね、あの何、アミの予定が出るのが遅いからあんまり前々から見れんくって。でアミはあの何やろ、スッチーさんがおる時か小籔さんがおる時か愛ちゃんさんがおる時か、まあめっちゃ見に行く時はいっぱいあんねん。川端さんがいる時とかもう行きたいともありすぎてやばいんですけど、なかなかね予定がわからんくて、で、あ、予定空いてるわと思って席を見たら埋まってるんですよ。だからな、なかなか行けないんです早行きたい。そうそう、アミは
吉本新喜劇の中で何が好きやろうな。結構あるありますよ好きなやつ。なんだっけな、歌姫がなんとかがんとかなんとかみたいなやつがめっちゃ好きです。あとはなんだっけな、待って分からへん、忘れちゃった。そうでもなんかね、予約まあ予約してる中でめっちゃ好きなやついっぱいありすぎて、あみんな見すぎって言われてるんですよ、ママとかパパとかに見すぎていつもママとか帰ってきたら吉本ついてたりしてるから、あみふセリフ覚えるまで見てたからな、その一個の回に対してな休憩生最近勉強してました、ありがとう一応さん、はじめまして、よかったらアミのことも覚えてください。あと中学1年生13歳のアミダンク宮本アミです、よろしくお願いします。休憩生ね、休憩は人数多いから覚えるの大変ですよねなあ大変よな。アミはね、初めから名前間違えるとかはあんまなかったけど、ユカタンとワカタンがね難かった。なんかアキヤ先生も間違えんのだからな、間違えるやん、まあみんな間違えるやん、だからさ結局どっちがどっちやったっけなってなってました一時期。そうそう、だけどもう全然今は大丈夫ですよ、そんな逆に間違えない、間違えてやばいな、同じの何回も見るってことで。そう、あみ好きになったものはめっちゃ見ちゃうんですよ、だからなんかね同じドラマを、ま、むっちゃ何回も見てそれこそセリフを覚えたりしてますね見すぎよな、さすがにセリフ覚えるはやばくない。そう、名前に出るかなって、な、あとレイナちゃんとレイちゃんって呼んでたんですけど、レイボンとレイニャン、でも自分たちでレイなんていうん、レイって呼ぶからなんやろ、なんかめっちゃごっちゃになってたそうレイってつく子多いやん、キュウキで、レイオちゃんとレイボンもよく一緒におったからね、余計ね。でもアミがセレクションの時からレイオちゃんとレイボンはめっちゃね、なんですか、すごいなんていうの、二人だけの世界があったっていう、なんていうの、難しいな。そうそう、名前に出るで思い出したが、あみあやも名前に出るんだって。あでもあみとあやみちゃんよりはあやみちゃんとよしみん、あやねちゃんやからが似すぎてやばい。なんかあきら先生とかがあやんそこやって、あやそこやってな感じで、あやって強調するけど、みーかねーかが大事なところが分からへんから、二人ともがこうやって動くか、二人ともあのもう次は自分じゃないやろと思ったら、あなるほどってなってる休憩生みんな個性が強いからすぐに覚えられたでって、すごいさすがね。あみはね、初めな、あ年上で全然初対面の人と喋るっていう機会がまああんまないやんか、だからなめっちゃ敬語やった全員ねちゃん付けやった、あだ名とかじゃなくて、だからレイナちゃんとほのかちゃんとみたいな感じです、リオちゃんとこよりちゃんとみたいな感じやったな。めっちゃ距離感あるよななあ、そうじゃない。であやみちゃんとかレイオちゃんを初めからちゃん付けしたからもう抜け出せないんですよ、なんやろ、なんでなんかな。でもさ多分だけど、その子のニックネームはニックネームで、例えばさレイニャとかもさレイナちゃんって言ってたけどレイニャってやらないからレイニャって呼んでるし、レイボンもレイちゃんやったけどレイポンってやらないからレイポンやけど、レイオちゃんとか西山ちゃんはさそのままやん、あだ名自体が、だからレイオちゃんってなってると思う。あやみちゃんもあやみやからな、いやし、あやみちゃんのことあやみは呼ばれへん、なんかなんかしっくりこうへんねん。そうな、
自分二人で田中幸乃がいるって思ってた。確かにみそにゃんと雪飲んで田中幸乃さんになるもんな。すごいな。スタッフは名字で呼ばれないんやね。名字呼ばないらそんな間違いを受けんな。アキラ先生はでもあれやけど、あのスタッフさんはよしみんのことをよしみって言って、あのあやみちゃんのことをあやみって言ってるな。多分よしみんがよしみんやから、なんだ、よしみんがあやねっていうあだ名やったらあやねって呼ばれてたかもしれんから混じってたかもな。あやみちゃんもあやみって呼んでほしいみたいだって。な、でももう慣れたって言ってたで無理やもん絶対。わからん。でももしかしたら希望はなくはないけど、このままあやみちゃんな気がしてます勝手に。あみはそのままあやみちゃんでもうずーっと大きくなっていくって思ってる勝手にわからんけどな。どうやろ変わるかな、わからんなな、どうやろう。吸気性はブレイキングナインのインパクトで一気に覚えた感じ。確かにあれはすごかったよな。みんなみんなもうな、自分であれはやばかったってみんな言ってるな。すごかったほんまに楽しかったで。でもすごかったもん。なんか何ですか、すごかったね、言葉で表せん。でも初めてのさ YNN があれやったから、 YNN ってもうなんかはっちゃけるイメージやったから、なんどういう風にやったらいいかがみんなわからんけど、しかもね、あみたち待ってる時に一人目なんで一組目でなんかさ大喜利やってたやんか。だからむっちゃ焦ったもん。大喜利とかできるかってむっちゃ焦ったけど、なんとかあみは大喜利とかやらなかったから危なかったほんまに。あれはちょっと怖かったな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あみたん特技みかなさんがすぐできたら、あみたん違う特技すぐしてたの面白かった。え、じゃあほんま普通にもうなんかびっくりしたんですよ。でなんかそのどういう風にやったらいいかわからんくってね、戸惑ってましたねいつ見てもおもろいもんな。でも全然めっちゃあれからもう2年目に突入、2年、1年、でももう2年に入るってことですよ。やば、普通にやばくない？早すぎてさ、なんか言葉に表せないですねふん、難しいな日本語ってむずいよな、いつも思うねん、日本語ってむずいなってえ、だってなんかさねなんかさ、思うんですよ日本語むずいなって。皆さんは何語が一番むずいと思いますか？何語がむずいんやろうな、どうなんですかね。でも韓国語とかもむずそう。わがままな流れ星見て可愛すぎてあみちゃんはすぐ覚えちゃいました。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。まだまだ実際になんて言うんですか、また直接見に来てください。ありがとう。公式の YouTube でも吸気性はウィリしがちな吸気はねほんまにみんな仲がいいからね、いろんなことをしてますねそういえば最近耳動かせない。確かに動かそうか、え、動くかな、全然最近やってないわ。いきます、見えてる、え、見えてる、くれ、こっちの方がわかる、いくで、え、映ってる、耳わかる、え、わかる、ほんまにわかるかわからへんわかるかわからへん。こんばんは、やってゆずふくさん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。
ありがとう。実際言語的に日本語は難しいらしいよ。なだってさ、ひらがなカタカナ漢字あるとかさ、めっちゃむずくない？でもアミは中国語も難しいと思う。漢字だらけやんか。もうさ、数え切られへんぐらいのさ漢字があるやん、数的に。だからむっちゃ覚えるの難しそう。アルファベットなんか26個しかないってな、すごいよな。動いてるよって、あ、よかった、動いてる、すごい、ありがとう。よかったわ、久々に動かした。どうやって動かすんだ。え、なんかめっちゃ聞かれるんやけど、ここに一本の棒が入ってて、それをなんていうん、こうやって下上下上動かすんよ。そしたらあの耳が勝手に動く。うん、でもなんかちゃんと動いてるんやってのを気づいたのは3年前ぐらいです。5年生ぐらいの時かなに初めて、え、待って、めっちゃ動くやんってことに気づきました。韓国語はめっちゃ簡単って聞いたことあるけど無理やって。え、わかるけど、なんか韓国語は日本語と似てるらしくて、日本人があの、ごめんなさい、夕方でもあくびって出ねんな。夕方じゃないけどな、もうもう夜やのに、なんでそ、ほんで日本人があの英語って言うんですか、日本語じゃない言語を覚えるときは一番目に韓国語を覚えるのが一番すぐ覚えるらしいで、なんか一番日本語と似てるらしい韓国語って。びっくりした、びっくりした、はあ、もう心臓痛いわ、はあ、びっくりしたわ、はあ、びっくりびっくり。こんばんは、こんばんは。マジでびっくりした、心臓止まったかも、痛った、はあ、深呼吸したらいいんですよこういう時は韓国語日本との意味も全く同じ言葉あるようになってあるな。でも覚えやすいよな、めっちゃ。私も小5くらいに耳動かせられるようになったよって、すごい、さすがです、一緒ですね。心臓に悪い、大音量ほんまに悪い、いい、ダメですよ皆さんは。こんなに音大きくつけすぎたらダメよこうやってびっくりしちゃうからな、気をつけてください。みたいなアバターができるといいねってな。そう、今アミはショールーム、春のイベント、春のショールームイベントにちょっと今やってる、参加してるんですけど、30万ポイント達成したらアミのアバターを作れるみたいなので頑張ってるんですけど、対象ギフトが桜なんで、春限定のギフトだけが対象になるみたいなので、皆さんよかったらよろしくお願いします。で朝以外も配信してると思うから、よかったら見に来てね、よろしくお願いします。だからまた明日もたくさん配信するので見に来てください、よろしくお願いします。やばい、トルコ語も文法が日本語に出て覚えやすいって、トルコ語いいな、覚えてみようかでもどうなんですかね、難しそう。やばい、ほんまに、なんで、え、あのさ、みんなさんさ、こんなこんばんはの時間にあくび出ることある？ないよな普通、あいもないで普段は。みたいなアバターが欲しいですって、アミも欲しいです、だから頑張ろう。次の配信から季節のギフト集めてますって書いて、書こう、今書こう、とりあえず気づいたら動かないと。ちょっと待って、季節のギフト集、あ、ギフト集めてます、待ってな。皆さんほんまにいろいろ気づいてくださってありがとうございます。アミが気づかんとこまで気づいてくれて、うわ、コメント長すぎやって、待って、
節のギフト集めてます。は、はいはい、できた。ちょっともう一個入るかな。長いって。じゃあこれにしとこう。変えてみました。タララララ。桜入れたかった、あと一個けど入れれんかったな。いや桜の方がいい、こんなうるうるよりも。難しいな。ちょっと待って、桜、桜にします。オッケー、こうするわ。色が可愛くなったね。はい、オッケー。いいね、ありがとう。皆さん教えてくれてありがとう、ありがとうありがとうありがとうございますね。いいね、かわいい、いい感じやって、ありがとうありがとう、うん、ありがとう。あ、やばい、いつも晩ご飯何時頃やって。7時ぐらいちゃうかな。7時ぐらいです、ちょうど。皆さんはどれぐらいですか。もっと早いか、もっと遅いか。それか今食べてるかな。やばい皆さんこんばんは、こんばんは。明日から、あ、そう、明日からはね、ちょっといろいろやっていこうと思うので、よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。いい感じ、ありがとう、ありがとう。時間決まってないって、あ、お腹空いたら食べようみたいな感じかな。いいですね。アミは7時から7時半ぐらいに食べることが多いな。仕事があるから基本7時頃に晩ご飯か。あ、17時か、間違えた。7時じゃないわ、17時か。ご飯食べながら寝たらあかん。寝ないですよ。でも昨日は、昨日って一昨日、昨日か、一昨日、一昨日、じゃあ昨日、昨日はちょっと寝てました。はいはい、皆さんちゃんとご飯食べてくださいね。今日何時までするのって、7時20分ぐらいかなはい、よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。え、へえ、へえ、そうそう。あ、っていうかさ、全然、なんか最近さ、ずっと寒くない？なんか寒、なんかあったくなってないよな、やっぱり。勝手な、あれかもしれないんですけど、なんか全然あったくなってないと思う。なってない気する。早くあったくなってほしいな。ねえねえ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。雨のせいです。あ、そうや、なんか、え、なんで雨降るんやろ、梅雨じゃないのに。あれかな、雪が溶けてるとかかな。雪が溶けて蒸発して、それが雲の中に入って雨が降る繰り返しやな。高知は開花宣言でてね、ぬくくなったかも。え、ねえねえ、これどうやったらさ止めるの、めっちゃびっくりする。あ、できた。まだまだ寒いですな、寒いな。予報では今日から暖かくなりてたのにねって。ねえ、なのに暖かくならんし、雨降るし、うん、泣いちゃう。だけど雨は晴れ女やから。え、どうしよう。でもさ、雨晴れ女とかさ、自称晴れ女なだけでさ、本当はさ雨女やったらどうしよう。ありえるよな、そういうことも。そういうケース、そういう場合もあるで。いや、一番それが嫌や一番嫌ね、一番嫌よな。皆さんは晴れ女ですか、雨女ですか、それか曇り男ですか、何ですか。アミは
晴れやと思ってます、勝手に。分からへんけどな晴れやと思ってる。なあどうなんやろ。え、この世界に住んでる人は雨女か晴れ女か、晴れ男か雨男か、曇り女か曇り男か、まあ何でもいいけど、何の割合が一番多いんやろな、何やろうな。先週末京都の山の方は雪積もってたわって。やっぱまだ寒いもんだってね。なんか雪が降るほどの寒さじゃないけど、雪が溶けるほどの寒じゃないっていうか感じですよね、きっと。明日からは朝も配信するのかなってします。朝はいつも通りします。でもあみたんは雨女じゃなくてあめちゃん女で、かわいいなそれは。すべてはあきら先生のせいですね。確かにあきら先生は雨男らしいです。だからちかっぱはあきら先生がおるから降らしてんねんって自分で言った。あきら先生はめっちゃ雨男らしいですよ確かに。でもこの前の1個前で、今回やった9期生の12人、9期生の12人で言った時のちかっぱも一応雨降ってたやん。でその前に17人でやった時も雨降ってたやん。でどっちもそう、秋谷先生おるから雨男なのに、オープンカー乗ってるんかって。なそれ思う、網も濡れちゃうやんな、すごいよな。あら、ってどこから、もうどこからやら分からんけど、コスモレさんお団子いっぱいありがとうございます。で皆さん読み切れなかったんですけど、たくさんギフトありがとうございます。ほんまにありがとうございます。あとね、まあのそんなもともと日にちがあまりないんですけど、でもまあちょっとできることたくさんやりたいと思いますで頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでそろそろご飯を食べたいと思います。アミは今日の1位のコスモライトさん、何書きますか。ミュート慣れたわって慣れたあかんから、ミュートは何のイベントやって。春のショールームイベントで30万ポイント稼いだら、なんていうん、たまったら、達成したら自分でアバターを作れるらしくて、ちょっとそれを皆さんと一緒に頑張りたいなと思ってるのでよろしくお願いします。そんでなんかギフトも反映されるやつと反映されないやつがあって、春限定のギフトだったら反応ちゃう、なんていうん、反映するみたいなので、皆さんよろしくお願いします。でいつも朝しかやってないんですけど、ちょっと回数を増やして頑張ろうと思うのでよろしくお願いします、うん、お願いします。頑張りましたから携帯頑張れ。それな、え今けでもさすごいんやけど、あのさなんかさ始めた時 20% とかやったの、 15% とかあるのに今40やって、初めた時より多いのすごくないね。ショールームのトップページにバナーあるやって、あるみたいです、ありがとう。あ待って、イベント頑張るお花見やみたいお願いしますって、ありあきじゃ書きます、書くので待ってください。じゃあお花見やみたんということで、お花
花見を捨てる網を描きたいと思います。難しいけどちょっと待っててくださいね皆さん。で、網を今から描きたいと思います。じゃあ今日はツインテールをしてるのでツインテールをしたいと思います。絵もね、なんかさ怖い怖いで、ちょっと待って、わかりにくいから。できた、できちゃったよ、じゃじゃらん。どうですか、じゃーん、じゃらら、どうですか、こんな感じ。桜の人でこうやってやってんねん、両方やってるからそれがこちらです。ちょっと下が映れんかったけど、まあいい感じ、こんなんですありがとう。じゃあこれを写真撮ります。一緒にポーズしたいな。いきます、いいですか、やって、はい、チーズ、かや、ふん、かや、かしゃ、ありがとうございます。ちょっとこれだけでも撮っといてかしゃ、かしゃ、ありがとう、ありがとうございます。頑張ります。じゃあパワーって言ってそう、確かに言ってそうじゃあ読みます、誕生13位、ジョエルさん、ありがとうございます。12位、カラシくん、ありがとうございます。11位、サトヤンさん、ありがとうございます。10位、ベリマヨさん、ありがとうございます。9位、野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。8位、鉄メガネさん、ありがとうございます。7位、てっちゃん、ありがとうございます。6位、カニさん、ありがとうございます。5位、ちゃんしもさん、ありがとうございます。4位、まきまきちゃん、ありがとうございます。3位、まきしまむずゆうくん、ありがとうございます。2位、ハッチさん、ありがとうございます。そして1位は、ダカ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 ジャララララン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。皆さんほんまに急に始めたのに、こんな急遽配信を始めて急遽イベントに参加してるっていう、ほんまにね申し訳ないです、ごめんなさい。でもほんまに頑張りたいと思ってるので、春休みせっかくなのでやっぱ頑張ろうと思うのでたくさん見に来てください、配信よろしくお願いします。じゃあ終わりたいと思います。はい、よろしくお願いします。いっぱいありがとうございます、皆さんギフトね、まだたくさん配信するのでよかったら来てください。ゆっくりご飯食べていてね、ありがとう。皆さんもゆっくり休んでください。またアミ、明日アミがお越しに行きます。じゃあ終わります。せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。じゃあまた明日で、あ、イベントは31日までです、よろしくお願いします。またね、ありがとうございました、また明日ね